さあやっていきましょうか。バイオハザード4。いやー、終わりが近づいてきましたね。せっかく動画開いていただいたんでね、カットせずに、ブラッドバックなんかをさせに、別の動画なんか行かずに、僕の最後動画最後まで見てください。はい、でぜひついでにチャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら、もうこの上なきまっこと幸せなりというところでございますんで、ぜひねよろしくお願いしますでゴンス。はい、ということで、まあ、今回はね、いよいよラストチャプターに近づいてきているというところで、まあ、もうあと次のパートで終わりかなっていうところまでさせてしまって、ちょっと待って、めっちゃくしゃみでそうなんです。やばい、やばい、うん。ということでね、まあ、こんな近くにね、こんな大型のヘリが飛んできているのに、こう、目視せずに、なんか、こう、いざこのタンクを倒されるっていう場面になってようやく気づくという、このガナードの間抜けっぷりをね、あ、イエスだって。もともと、奴らの目、ね、黒目どこ行ったのっていうくらい、もうなんか、ヒーってなってるけどね、ロケラン持ってるし、やべえよな、本当にね。危ない危ない、危ない連中がたくさんいる。うん。さてさて。で、まぁ、今回、ちょっとね、いろいろと、まぁ、前回の何だったっけな、プロフェッショナルクリアするときに、結構割とね、ここでね、ボロボロにやられたっていうのと、あとね、なんかガトリングを縦でかばいながらさ、撃ってきて、頭だけひょこって出して、ひょっこりはんしてるやつとかいたけどさ、そいつを、ちょっとね、この、レーザー砲でぶちのめすことがちゃんとできるのかどうかっていう、大きく不安が残ってはいるんですが、まあ、なんとかなるだろうっていうところですね。ほら、これ、ダダ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 。でも、レーザー砲なんで、普通にこう物理のものをこう貫通してくれなさそうですね。無理っぽそうですね。よし、あ、無理、おぉ、命中したけど、命中したけど無理やな。他を、あ、ダメだね。いけ、無理だった。残念。じゃあ拾おう。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ありがとう。アースマイク。アース、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 アース。やってくれた、やってくれた。いやー。ようやく冬も終わってきて、だんだん暖かくなってくるのかなと思ったけど、やっぱそんな気温極端にめちゃくちゃすぐ上がるってわけじゃないから、まだまだ寒いよね。ちょっとそろそろ散歩をもうちょっとこう、暖かい状況の中で、こう、定期的に行きたいんだけどね。まだまあ、ちょっとなんか習慣化してるっちゃ習慣化してるけど、まだまだまばらな感じだよね。行く日もあればそうでもない日があるっていうね。毎日行こうとは思わないけど、まあでもですね、やっぱり、こう、布団との戦いだよね。じゃあ寝るのと、じゃあ散歩を習慣化させたいってなった時に、散歩に行くのと寝るのと、どっちが楽とかさ、どっちがね、こうなんか幸福度高いのって言ったら、やっぱ寝る方なんだよね。まあ、散歩も行ったら行ったらすごく気持ちいいんだけどね。うん。なんか、朝の空気ってすごく澄んでるのか、特に冬場の空気なんかすごい澄んでるのかわかんないんだけど、あのね、匂いがすごくわかる。僕、鼻詰まりが年中してるから、基本的に薬とかは刺さないと空気吸えないんですよ、鼻呼吸が。まあ、運動してる時とかはその血流が良くなってるからあれなんですけど、寝てる時とか座ってる時とか、基本的に鼻詰まりで、だから僕の実況聞いてる方、なんか、よく鼻スン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 してるなっていうのはそういうことなんですよ。年中詰まってるんですよね。で、それって、最初はなんか薬剤、おぉ、やっぱり、うん。薬を刺しすぎましたみたいなことを大学生の頃に耳鼻科の先生に言われたんですけど、じゃあ、頻度減らすかもしくはもう全く使わないで、ちょっと最初の頃は詰まって大変かもしれないけど、頑張って我慢してって言われたから、頑張って我慢したっていう、それを数年続けてきたんですけど、結局一向に良くなることがなかったっていう、ものすごく虚しい落ちだったんで、もういいやと思って、詰まるくらいだったらもう、詰まるというか、詰まる頻度が、高くなるくらいだったら別にも鼻詰まって構わないや、それよりも呼吸できるがマシだと思って普通にも薬使い始めてるんですけど、時々やっぱり普段その使う習慣がなかった、まあ時期が長かったんで、今もねあんまり使ってないんですよね。だから鼻がよく詰まっちゃって大変みたいなことにはなるんですけど、うん、だから、まあ、健康っていろんな面でさ、その例えば視力がいいか悪いかとか、鼻が詰まってるか詰まってないかとか、まあ、歯が、虫歯に侵されてないかどうかとかっていうね、あとはまあ基本的にその体調とかメンタルとかっていうのがちゃんとしてるのかどうかって、やっぱいろんなトータル的なもので体ってすごくケアって大事だなって思って、で、あともう一つね、最近感じてるのはね、見た目。うん。ほんと見た目ってすごく大事だなって思って、まあ、僕別にイケメンじゃないけど、イケメンじゃないからこそ、イケメンだったら、まあ多少そのね、
まあ、あの身なりがなんかそんな私服みたいになったでもさ、こう多少目をつぶってもかっこいいみたいに思われるって、あれ役得だよね本当にね。役ではないか、まあでもイケメンという役をかぶってるのが役得っちゃ役得なのか。そうで、まあ、それはいいとして、でなんかさ、こうおっさんこそさ、僕もおっさん化してきてるけど30歳超えてさ、おっさんになってくるとさ、やっぱ年齢とともに見た目とさ匂いがきつくなってくるわけじゃないですか。だからこそもう匂いについては加齢臭はもうどうしようもない、もうなんか何物にも変えがたい、残念なことがあるから、まあ、なんともしようがないっていう、まあ僕は一応仕事に行った 2発も食らう、こんな単発で、そうそう、だからこそこう香水をつけてこうちょっとでも匂いをマシにできないかなっていうね、うん、で特に営業職をやってるから、そのシンプルにね近い距離で喋った時にうって思われても嫌だから、まあ香水をねちょっとつけて、まあ、特に スポーティー系というか柑橘系というかそういうのをこうつけてやったりしてるんですけど、あともう一つやっぱ見た目ってすごく大事で、特にこう顔周り、僕まあこれは男に限ってのは、女性なんかすごくもう化粧されるから全然問題ないと思うんですけど、うん、男に関してはさ、こう見た目がさ女の人よりも汚いのに化粧しないじゃないですか。これだいぶおっさんたちに喧嘩を打った、自分もおっさんだから危ないよね。今レオンが視線を送ってくれてなかった、これ多分終わってたな。あ落ちた、うん、来てないね。そうで、特にそのやっぱり鼻毛とヒゲ、それによってそのもう、あーめんどくせえなこいつ。そうヒゲとやっぱり鼻毛ってすごく大事で、ヒゲもその何こうちょびヒゲとかさ、顎ヒゲみたいなさ、こう整ってるヒゲの生え方とかだったら何ら問題ないと思うんですけど、ちょいあれちょいあれうい、あこいつ意外といて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 、今味方に殺されたこいつ、いやもう当たってたべや、痛い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 、ちょっと待って、これなんか嫌な予感がする、ビーしまった、まあ、それは別に構えへん構えへん、オープンさせやめ、いや痛い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 、やばい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 、回復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 、もう死にたくない、もう死にたくないってどっかで死んだいみたいな言い方だけど、実は死んでるんですよ、どこで死んだか覚えてないけど、なんか一回死んで痛いんだす、おれ倒れてるね、オッケー倒れてるね、よし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 、どう目の前、お前見ろよ味方のこと、話戻すけどさ、そうだから鼻、だから商談とかしてるとさ、まあ、普通のコミュニケーション取っててもだけどさ、やっぱり鼻毛出てる男が一番ダサいなって思うよね。だからそこに目を配れないでさ、なんか甘いさ言葉とか支えてとか誘ってきてるとか、もしさ女性の方でいたとしたらないわって思われるだろうなって思う、それいつもね、うん、だからまあ第1位は鼻毛で、まあ第2位はヒゲの汚いか汚くないか、髪型に関してはもうそれ遺伝のものもあるから、ただもし今若い子がこのバイオ見ながらそういうのを聞いてくれてたとしたら、注意した方がいいのは髪の毛の洗い方と拭き方ね、うん、その普通にその髪の毛洗うのを毎日やってると思うんですけど、シャンプーしてリンスしてとかって、で注意なのが髪の毛を洗うときに力入れすぎないこと、あと爪立てないことっていうね、うちの親父がトニックシャンプーを使って、まあ、皮脂汚れを取るのにトニックシャンプーとかってすごくいいんですけど、ものすごい力を込めて、あーちょー、なんだ、うおーっとゴリア力持ち、うん、やったぜって、なんか この敵が言ってきたみたいな感じになっちゃってるけど、そう、死ぬんかい、トニックシャンプー、まあ別にトニックシャンプー使う使わないどうでもいいんだけど、力入れすぎない、指の腹で洗うのはすごく大事で、でそれもそのめちゃくちゃ力入れる必要はなくて、まあその緩すぎてもダメだけど、適度にこう優しく頭皮を撫でてあげるように洗うっていうのがすごく大事で、うちの味ね、それやり指の腹で洗ってたっぽいんだけど、あまりにも力を入れすぎてガシガシ自分の頭洗ったもんだから、ハゲはしないものの、どんどん薄くなってってるっていうね、まあもう60近いから、まあ年齢的にはハゲても仕方ないのかなっていう年なのかもしれないけど、40くらいかな、
から急になんか薄くなって、だから要は毛根殺してんだよね自分でね、うん、っていうのがあるから、それ注意になった。あとやっぱリンスをしてる人については、なんかあの美容師さんに聞くとシャンプーだけでいいよとかって言われたりとかするんですけど、まあリンスするとやっぱ髪の毛サラサラになるじゃないですか。でサラサラにするときに、あのちゃんと洗い流さないと、その髪の毛の成長を妨げちゃうというか、その毛根を詰まっちゃって汚れが溜まりやすくて匂いがきつくなったりとか、だからまあ髪の毛が生えにくくなっちゃったりとか、あるいはもうそもそも髪の毛が生えなくなっちゃう、詰まっちゃうからねっていうような感じになっちゃうっぽいんで、だからそこも注意された方がいいですよっていうところですね。うん。だからまあ髪の毛、髭、鼻毛、そこのあれは注意ですね。だから僕はもう鼻毛とかすごい気にしてるし、髭とかもね、まあできれば脱毛したいんだけど、脱毛するとなるとやっぱりまだまだちょっとお金が高い。一本100円とかするからね。そこまでかけらんないから、まあ髭のケアをあのきちんとしたりとかしてる、あ、見えた。うん、したりはしてるんですけど、うん。あと最近やってるのはあの鼻の角栓ね、うん、あの鼻のさ頭でさ、鼻鼻頭って言ったらいいのかな、あのお鼻にさ、毛穴って言ったらいいのかな、まあ、鼻に油というか、まあ、ゴミが溜まっちゃって、でいちご花みたいな、いちごの種みたいなあの状態になって、すごい茶色かったり黒かったりで汚い鼻の人いるじゃないですか。ああいう状態にならないようにっていう、そこのケアもすごく最近今大事にしているっていう感じかな。だから、そんな10センチ、20センチとかの距離で会話をすることってめったにないと思うんですけど、やっぱり、年を取ってからこその、お肌の、まあ、綺麗さとか、見た目とかっていうところは、すごく大事にした方がいいんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ、そのあたりをね、最近はケア、すごく一生懸命気をつけてやっているっていうところですね。うん。まあ、別に、なんか誰かにモテたいとかっていうものじゃなくて、なんか自分が逆にその誰かと会話をするときにすごく気になるんですよ。うちの親父なんかは、僕がそういうことやってるみたいな話をしたときに、誰もお前のことなんか見てねえよっていうことをね、なんかしれっと言ったりするんですけど、いや、俺は見てるんだよって言って、逆にそこ気にならないで、なんか、ずぶとくこう人と喋るほど俺人できてないから、逆にその人の中身というよりは、まあ最初やっぱ見た目で結構判断されることっていうのが多いんじゃないかなって思うわけさ、うん、だからそこの見た目でなんかもうブロックされてしまった時点で、もうその先のコミュニケーションっていうのがもう取ってもらえなくなっちゃうっていうことを考えたら、やっぱりね、うん、あれこいつもう来てんだ、なんかこうした、なんでいつも奥のさ、左奥の独房に隠れて近づくまで出てこないのにね。まあいいや、ありがとうかね、そうっていうのがあるから、まあだからやっぱり、まあ、特に男性の方はね、気をつけていただきたいなと思いますけどね。逆に言うと、そういうケアをちゃんとやってる人っていうのは、その女性に対しても優しくできるんじゃないかなっていうのが、なんとなくこう僕の持論っていうのかな。そのだから、その見た目のことだけじゃなくてさ、例えば暑い寒いの時の服装とかで、例えば寒いのであれば毛布をかけてあげたりとか、暑そうだなってしてるのであれば、その上に羽織ってる服を代わりに僕が持ってあげるよっていうことをこう気遣ってあげたりとかね、うん、そういう体調管理とか、まあその見た目におけるものっていうのはすごく大事になってくるんじゃないかなって思って、それがやっぱできない人はね、エスコート力っていうのはおそらく低いだろうなっていうのは思う。ドゥン、終わったね。これでもここの場所がロックされる前に敵を全滅させたらどうなるんですかね。気づいてなかったのお前めっちゃいるわー。あれちょ危な、まだいるね。オッケー。で、あ、追加されてます。終わり。ぴょん。あー、どうしようかな。まあ、でももう、いっか。ちょっとでも儲けとく、やっぱり。でもこれ以上、あ、そうだよね、無理だよね、無理だす。もう
敵出てこないのかな。終わった？ぴょん。出てきてない。でもなんか声とか音とかしてるよね。ああ、もうめんどくせえ。これはいらねえ。よし。登る。よし、オッケー。じゃあ、オープンセサミ。金塊ゲッツ。あ、これ調べても出てこないのか。そっかそっか。これは拾えるね。ああ、降りてきた、降りてきた。ディー、悪い。とりあえず、じゃあ、追加の敵、お金がなくなってる、もったいな、すいー。ちくしょう。まあ、いいか。ちょい。よし、じゃあ、降りよう。オッケー。で、あと、まあ、なんだろう、まあ見た目すごく大事ですみたいな話を今ねダラ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 とやってきたけど、あともう一個大事なのがやっぱりコミュニケーションっていうのはもう言わずもがなだと思うんですけど、あのね一個ね、まあ、皆さんも気をつけた方がいいなってあの個人的に思うことね、個人的に思うことっていうのが何かっていうと、お礼を言われた時に言ってえな、お礼を言われた時にちゃんとね、どういたしましてって言うっていうのがすごく大事かな。お礼を言うのって当たり前じゃないですか。なんか人 に頼み事をしてそれを叶えてもらったとか、それからなんか物をもらった時にありがとうとかっていうのってすごく大事だと思うんですけど、それができない人はもうもはや論外だと思うんですけど、あの逆にね、その例えばその直接お礼を言っていう場面で無視する人とかってないと思うんですけど、メールとかさ SNS とかでさ、その何かしてもらった時の俺なあ腕出てきてる、貫通しとるかなそうとかっていう時にやっぱりね、それそのありがとうに対して無視すると、あもうこの人頼るのやめようってなるんですよ。で、人間の幸福ってその人に何かをしてあげた時っていうのが何か自分が目標達成した時とかっていうよりもやっぱり大きいんですよ。だからこう自分が例えばですよ、例えば塾の講師とかをやってて、こう自分が教えた子がその受験に合格したとかね、そういう人に何かしてあげた時にその人が何か達成したとか、あのすごく喜んでいる姿とかを見せてくれるっていうことが自分のこと以上にやっぱり喜ばしいっていうのが、まあ、事実としてあるわけなんですよね。だからそれを、まあ、別に感じ取ってほしいっていうわけじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうな、やっぱりその人がこう幸せというか、まあちょっとうまく喋れないな、いつもと違ってな、なんかうまくこうなんか頭の中に今出てこないから悔しいんだけど、まあでもそのやってあげたことに対して感謝を伝えてきている人がわざわざいるっていうのに対して、それに対するその反応を返してあげないっていうのは、まあ端的に言えば逆に失礼だよねって僕は思うわけですよね。でまあそうやって倒られなくなってってしまって、まあ、最終的にね、まあ、あの孤独になると、まあ別にそこをね目指してもらったら逆にいいんじゃないのって思うけどね。もうそういう対応されるのであればという、なんでこんな話してるのっていうと、まあ、最近ねそういうことがね、まあ、仕事とかでいろいろあったりするんですよ。さてお手で広げて何してんのっていうね。人型モールって戦ったこいつはるかに強いよね。まあ、この時まだレオンの中に寄生虫がいたからなんだろうけどね。うえぐはうえでて後ろから撃ってるけど、こう前に当たってるっていうことは貫通してるんだろうね、体から。あ、違うの、これ角度的に前から撃ってるのか、どっから撃ってんだろう。パンツ丸見えなんだよな。これがなんとなく、ま、口の中にはないけど、あの皆さん知ってますかね、ジムキャリーのマスクっていう映画があって、これ今手からパラ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 って出てきてるけど、あのマスクっていう映画でその仮面をかぶると
神の力を手に入れて、まあ、いたずらといういたずらをすることができるみたいなこう能力を手に入れることができるんですよ。でそのマスクをかぶった敵役、まあ、ボスというか、まあ、幹部なのかながいて、でそいつが、まあ、元雇ってたマフィア、まあ、元上司だったというか、まあ、ボスだったマフィアをに復讐をするために、まあ、とあるカジノに行くわけなんですよ。でその時にそのマスクをかぶってたんだけど、銃でボコボコに撃たれるわけなんですよ。そのボスの方に、ボスから撃たれた銃をなんか全部こう体中から吸い込んで口の中に溜めて、で口からそれをブン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 って撃つみたいなね。あ、これマスクじゃんみたいなあのマスクじゃんっていうか、マスクはそうしてて、でサドラーがさ、実際ね、あのエイダのアナザーストーリーの中に、アナザーオーダーかの中にさ、こう銃を撃たれまくったら撃ち返してくる、撃ってくるみたいなシーンがあるけど、それを見て、あ、これマスクだって思ってあれは手から撃ってるけど、サドラーの場合はね、まあ、興味あったらすごく面白い映画ですし、まあ、若かりし頃のジムキャリーと、マライアキャリーじゃねえなんでちょっと最後のガナードだから遊ぼうか、注意じゃなくて、キャメロン・ディアス、キャメロン・ディアス。うん。若かりし頃のキャメロン・ディアスが出てるんでね。ぜひ、ご覧いただけたらいいと。多分、ジム・キャリーの映画の中でも、最も有名な作品の一つなんじゃないかなと。あとは、トゥルーマンとかね。まあ、僕が一番好きな映画は、イエスマンっていう映画で、まあ、イエスマンが、ありとあらゆる映画の中で一番好きなんですけどね。まあ、皆さん知ってますかね、イエスマンっていう映画ね。嫁さんと別れてこう生きることに絶望している銀行マンがとある自己啓発セミナーに行って、もうイエスしか言えない契約を結ぶわけなんですよ。まあ口約束だけどね。でイエスイエスっていろんなことを、どんなに嫌なことでも、例えばホームレスにありがね全部やるかイエスとか、真夜中に急にの自分は寝てるのに飲み会に誘われてもそれに参加するイエスで、その飲み会が終わった直後に早朝にのランニング&なんか撮影会みたいなのに出るかイエスみたいな、全部やっていったらこうなんか人生がありとあらゆる面でこう好転していくっていう、そういう映画があるんですけどね。まあそれがまあ一番僕は好きで、2009年の映画なんですけど、ロサンゼルスのグリフィス天文台っていうところでも撮影されてるワンシーンがあって、まあ、それを見てて、もう絶対ここ行こうと思って、もう何年前 ?2 年前違うな、4年前か。4年前に行った時に、一人でロス行った時に、まあ、ちょっとそこで鑑賞に来たって、あ、ここか。ちなみに、ターミネーターとかね、それからララランドの、うちょ、おう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 、もう何しやがんねん。あれ?あれ?ちょっと待って!って、な。いやいや、ここは冷静に。冷静に冷静に。Don't worry. うら。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 この世紀末の村。体力たっけえな、こいつら。もう一回蹴っとこう。うれうれ、え、まだ強っ。うれ、おお、あれ双子、体力一緒だったねさあ、ということでバイオ4どころじゃないね、バイオハザード史上最もエロいシーンやってきましたね。はい、ぜひじゃあ皆さん、僕のくだらないねラジオを最後まで聞いていただいたご褒美として、最後にね、皆さんにはもうキャッキャウフフの超興奮シーンをお見せしたいと思います。まずは女性の方からどうぞ。 Yeah. All right. Here goes nothing. いかがだったでしょうか。まあ、続いてね、男性パートやっていこうと思いますんでね、ぜひご覧ください。はい。もうちょっとだね。いやでもこれ本当ね、マジでね、バイオ市場でもの中でももうエロいシーン。
完全に行ったよね。はい。ということでね、本日も長くなりましたが、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。やはり最後のガナード世紀また強かったということで、一発かまされちゃいましたね。はい。ということで、ね、次回パートが、いよいよラストになってまいります。果たして、サドラーは、この最強武器に対してどんな風に立ち向かってくるんでしょうか。ということで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、最後パートも応援よろしくお願いいたします。では、次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。